疲れ様でした。お疲れ様でした。お気頃おめでとうございます。ありがとうございます。かっこよかったです。いやいや、ありがとうございます。あの後、はい、藤巻選手に、はい、こうカメラを向けたら、はい、いや、やっぱ坂井君頼りになりますね。いやいや、藤巻の方が頼りになりますよ。またまた。はい、やっぱり坂井君頼もしいっすよね。なるほど。お疲れ様でした。お疲れ様です。でも、あの2点目はかなりこう余裕あったんですか、あれは。そうですね、余裕ありましたね。あまりプレッシャーもなかったですし、キックフェイントする余裕があったので、まあ良かったと思います。さすがって感じでしたね、350ゴールの。いや、本当にいいところだけ持っててしまって、それこそ藤巻とかに言われますよ。いつも決めてるやつらが。美味しいとこだけ持ってってと。いや、いいんですよ。美味しいとこ持っていける人はね、限られた人だけなんです。今日は四中高の OB 戦もありましたけど、はい、あの城先生とか話されました。はい、城先生はあの挨拶できなかったんですけど、まあ、中学校や小学校の頃お世話になってた内田先生とか大橋先生、まあ四中高の大先輩の坂井宏さんとか少しお話もできたので、まあこういった素晴らしい機会を作ってくれた方に本当に感謝したいですし、まあ、こうやってみんなが集まるとね、何かが起こると思いますので、またこれからもこういう機会を作っていただけたらなと思います。あ、とてもなんかあの見てて楽しかったですね。いや、すごい楽しかったです ね、あの、はい、実況の平田さんもすごく面白くしてくれた。ジョーさん、でもあの4周くんもですよ、あの前の選手が特にこの時間帯消えてきましたよ。さあ、10番の内田抜け出していい、抑えたい、平田さん、やっぱさすがっすね。ねえ、はい、さすがプロのね、用意をもらいました。で、まあね、坂井選手2得点で、後輩、4中高後輩の上条くんも今日は2点決めて、はいはい、そうですね、あいつは普段からすごい練習でも上手いですし、まあ、これからもっともっとやってくれると思うし、そういう意味では今日は、まあ、ゴベッチとか最初止めてくれて、あれなかったら多分やられててもおかしくなかったし、まあ庄司も海谷もそうですけど、まあみんなで練習からしっかりやれてるのがチームの底上げにつながってると思うんで、もう一回全員で一丸となってこのままやっていけたらなと思います。じゃあ最後1試合なんで、はい、皆さんにぜひあのメッセージを。はい、まあ残り1試合になりましたけど、まあ来年につながるいい試合をしたいと思いますし、まあ全国大会もありますし、1試合でも多く戦えるように頑張るので、いつもと同じように熱い声援をお願いします。はい、ありがとうございました。それでは見ている人にさようなら。はい、さようなら、ありがとう。